トニー・ウッドコックは、ニュージーランド出身の元ラグビー選手。ポジションはプロップ。1981年1月27日、ヘレンズビルで生まれる。身長184センチメートル、体重118キログラム。カイパラ・カレッジ卒業、在学時の1997年に、ラグビー16歳以下ニュージーランド代表に、選出。1999年に19歳。 以下代表に選出される。2000年、2年連続で19歳以下に、さらに21歳以下の代表に選出。同年、ニュージーランド州代表選手権のノースハーバー州代表に入り、ワイカト戦でデビュー。2002年、スーパー12のブルースに入り、ハリケンズ戦でデビュー。同年、オールブラックスに初選出。11月23日のウェールズ戦で代表デビュー。 ノースハーバー州代表では2001年から2003年まで全試合出場2004年は代表招集のため2試合のみ欠場する2006年にはカンタベリーとのランファリーシールドマッチのため代表から特別許可をもらい州代表の試合に出場21から17でノースハーバー勝利に貢献初のシールドホルダーとなる2005年オールブラックスは 年間12テストマッチを行い、ウッドコックは11試合に出場。ドミニオンポスト氏は、ザワールズプレミアルスヘッドと、さらに、ニュージーランドヘラルド氏は、ベストレンジオブスキルズオブエニープロップオンザプラネットと称賛している。2015年、現役を引退した。ありがとうございます。